というのはかなり強く思ってます。はい、ベトナムで夢の共演。ベトナムで恵まれない子どもたちを対象にしたチャリティーマッチが行われました。試合前には JYJ の3人が歌を披露し盛り上げます。日本からもカズなどが参加。アジアのスター選手で構成されるチームの一員として、その44歳のカズが見せました。3月の日本代表との試合に続くチャリティーマッチ2戦連続のゴールを挙げ、存在感を示します。そして試合後半には、なんと JYJ のジュースが途中出場。会場が大歓声に包まれます。ジュースにボールが渡るたび、試合そっちのけでファンは大絶叫しました。AKB の効果は絶大。